どうもです。今回の動画は造幣局の夜桜を取りに来たという話です。今まだ5時半で時間早いですが、移動しながら写真を撮りながら行ってみたいと思います。写真何も撮ってないのにもう着いちゃった。ライトアップが始まったようなので行ってみます。まずは通り抜け、普通に通ってみようかな。すごい。これはすごい。もう柔道全国3位はあれ？迷子に決してならないでください。これは赤のレンガね。
ただいま南門本部にてお預かりしておりますので、至急お越しいただきますか、またはお近くの警察官警備員までお知らせください。桜の通り抜けにご来場のお客様に迷子のご案内をいたします。ただいま南門本部にてお預かりしておりますので、至急お越しいただきますか、またはお近くの警察官警備員までお知らせください。これや。ほら、変なこれ。大変だった。戻ります。はい、やっと戻ってこれました大変だった。途中あの人絶対 YouTuber でしょうって笑われてしまいましたそうです、 YouTuber です。じゃあ次ね、次は写真だけにします。なので、お続けはしばらくないです。じゃあまた。やれやれ、やっと出れました人が多くて疲れました。でも楽しかったです。じゃあ終わります。ということで今回は以上です。バイバイ。